今日はスポット寄せ付きを作りたいと思います。実は前にもスポット寄せ付きを作っていて、こちらはバッテリーを使ったスポット寄せ付きです。このスポット寄せ付き、溶接という機能は問題ないんですけども、溶接の品質が毎回違うんですね。こんな感じで溶接の大きさがバラバラで品質が均一ではないです。これは溶接時間の制御の方式に問題があるからです。溶接の制御にはこちらのペダルスイッチを使っていました。基本的にはペダルを踏んでいる時間分だけ電流が流れるというような制御方式にしていました。これが原因で溶接の品質にばらつきが生じていました。今回はこれを改善するためにタイマー制御を導入したいと思います。また電極部分や主回路部分についても品質向上のため全て作り直しました。その結果、品質が一定のスポット溶接をすることができました。こんな感じです。また溶接の強度も非常に強力にできています。それでは主回路から作り始めます。主回路部分にはバッテリー、リレー、導電極を使います。そしてそれらをターミナルブロックを使って接続します。ターミナルブロックの端子部分は3組あれば OK です。こちらが実際に使用したリレーと端子材です。リレーについては 12V 200A のものを使用します。こちら Amazon で1300円くらいで購入しました。端子台については結構大きいものをモノタロウで購入しました。だいたい 100A くらいまで流せるものを使いました。こちらは電源として使用するバッテリーです。船用のディープサイクルバッテリーを使いました。というよりかはただ単に家にあったバッテリーを使っているだけです。電流は最大で700Aぐらいまで流せるようです。今回スポット溶接という用途なんで電流は一瞬しか流せませんので、まあこのくらいで十分だと思います。自動車用のバッテリーでは試していないんですけども、多分できると思います。それでは次に主回路部分の配線を作っていきます。バッテリーからターミナルブロックまでだいたい長さ 1.5 メートルくらいあれば十分だと思います。ここら辺は用途に応じて個人で調整してください。配線をちょうどいい長さに切り終わったら、次に圧着端子部分を作っていきます。ちなみに今回配線の太さは8スクエアにしました。ちなみに配線の太さは 5.5 スクエアでも大丈夫です。前回の動画では実際に 5.5 スクエアで全てやっていました。カッターや専用工具を使って配線の被覆を剥いていきます。被覆を剥くための専用工具のワイヤーストリッパーというのがあるんですけども、手持ちのワイヤーストリッパーが2スクエアのものまでしか対応していませんので、今回はカッターでやりました。絶縁のための熱収縮チューブを取り付けてから圧着端子を装着します。専用の工具を使って端子部分を圧着します。圧着した部分に先ほどの熱収縮チューブを通して、そして熱を加えます。ヒートガンを使って熱収縮チューブを縮めます。ちなみにめんどくさい時はライターを使います。ひたすら配線を作っていきます。バッテリーターミナル側のネジの径が少し大きいので、少し大きめの圧着端子を使いました。次に配線を回路図通りに結線していきます。バッテリーのターミナルにはつながないようにしておきます。安全のためです。これは最後につなぎます。ちなみにリレーの配線はこちらのメインの電流が流れるところに接続します。下にあるのはリレーの制御用の端子です。これは後で使います。こんな感じで主回路部分の配線が完了しました。銅の電極を取り付ける部分はとりあえずこのままにしておきます。後で加工をします。それでは次に銅電極を作っていきたいと思います。電極には太さの違う2種類の銅を使います。直径 13mm と直径 4mm の細いやつです。こちらの細い直径 4mm のやつが直接スポット溶接の材料に触れます。チップソーを使って切断します。今回はだいたい長さ6センチくらいに切断しました。細い方の電極も切ります。
切断時に残ったバリを取っていきます。ヤスリとかで整えます。これが残っていると皮膚に引っかかった時に切れます。次に真ん中に穴を開けます。だいたい真ん中ぐらいにマーキングをしてポンチで印をつけます。そしてドリルを使って穴を開けます。表面から25ミリくらいまで穴を開けます。次に側面に穴を開けます。こんな感じで適当にマーキングします。こんな感じで穴開けができました。次にネジ穴を掘ります。さっき切った細い方の電極はヤスリで面を整えます。加工した銅の電極たちを組み立てます。主回路配線を銅電極に差し込みます。配線をそのまま差し込むのではなくて銅箔を巻いてから差し込みます。適当な太さの熱収縮チューブを使って絶縁すれば完成です。次に制御回路を組み立てます。制御用のタイマーにはオムロンの H3CRA を使いました。私の環境では問題なく動作していましたが、スポット溶接時の電圧効果でこちらのタイマーがうまく動作しない可能性があります。そうした場合はタイマー用に外部から AC アダプタ等で電源を取ることをお勧めします。ちなみにこちら回路図が少し間違っていて、オムロンリレーには9番ではなくて2番と9番をバッテリーのマイナス極に接続しました。こちら制御回路ですので、リレーの制御部分に端子をですね接続します。リレーに逆並列に接続しているダイオードは5アンペア 30V くらいあれば十分だと思います。 CR の砂場でもいいんですけど、そうすると設計がめんどくさいのでやめました。ダイオードで十分です。ペダルスイッチにはノーマリーオフのものを使用しました。ペダルスイッチを踏むと2番と6番が短絡します。そうするとオムロンリレーの中で9番と11番が導通します。そうするとリレーが動作して主回路部分の電極に電圧が供給されるというわけです。それでは制御回路を組み立てていきたいと思います。今回使用するリレータイマーなんですけども、動作モードは E、 インターバルモードで使用します。もっと詳しく動作モードを知りたい人がいたら、オムロン公式ページに取扱説明書がありますので、そちらの方を見てください。ちなみにリレーを使うときは必ずリレー台を使ってくださいね。こんな感じでね、台の方に番号が振ってあるので、どこに接続すればいいかすぐわかるようになっています。次に制御回路の配線を作っていきます。やることは主回路の時と同じです。切って、剥いて、圧着して、そして熱収縮です。次にペダルスイッチですね。黒い線は使わないので切ります。そして最後にリレーのところに制御端子を取り付ければ完成です。使う前に配線がごちゃごちゃしてたので少しまとめます。実際に動かしてみたいと思います。タイマーの設定を 0.05 秒にします。こんな感じで押している間だけ電圧を出力していることがわかると思います。長押ししても設定した時間分だけしか電圧を出力しません。
では実際にスポット溶接していきたいと思います。タイマーの設定を50ミリ秒に合わせます。綺麗に溶接するためには結構電極を強めに押し付けることですね。溶接の品質はこんな感じです。ほぼほぼ均一に溶接できています。仕上がりもかなり綺麗です。タイマー制御を入れないで溶接した場合はこのように品質はバラバラになります。次に溶接の強度を見ていきたいと思います。ニッケルストリップを無理やり引っ張って剥がします。このように母材にしっかり溶着していますのでニッケルストリップの方がちぎれてしまいました。溶接時のリレーの様子を見てみました。特に火花とかは散っていないので長寿命が期待できます。はい、ということでね、バッテリータブ溶接向けのスポット溶接機作ってみました。まあ、こんな感じでね、タイマー制御とかもできててね、かなりまあよく作れたんじゃないかなと思います。こちらのね、フットペダルのスイッチもかなり使い勝手がいいですね。まあ、両手が空くっていうのがね、このフットペダルのいいところだと思います。一つね、改善点があるんですけど、こちらのね、銅の電極がですね、結構太めに作っちゃったんですね。まあ、今回直径 13mm で作ったんですけども、 13mm だとね、握った時に少し大きいなって思うんですね。まあ、直径 11mm くらいがちょうどいい太さじゃないかなと思います。溶接の品質とかについてはね、まあ、特に文句はないですね。十分できてると思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルは電気電子工作ものづくり DIY をやっています。もしそういうのに興味がある方はぜひチャンネル登録してください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。